こんにちは。こんにちは。こんにちは。森です。太郎です。いいです。どうも。お久しぶりです。今日は、はい、と榊原太郎さんに来ていただきました。違うでしょ、違うでしょ。いつもちょっと私の不がない、やつばっかりでしたので、今回はちょっとスペシャルということで。スペシャル。はい。すでにもうビッグサーバーというね、あれですけど、太郎さんですから。いやそれをさらにその上をちょっと目指して。はい、教えを交換。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もしこれで僕がビッグサーバーになったら、ATP ツアーを回ろうかなと思います。坂浦さん、今最近サーブの調子ですとか、ちょっとどうなんですか。サーブがですね、はい、調子というか、なんかいろいろいじってたら、はい、自分のサーバーがガタガタになっちゃってですね。そうなんですか。ちょうどいい機会で見てもらったら直せるかなっていう。いや、十分すごいと思うんですけどね。じゃあ今日ちょっと早速見てもらいたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アップの場合は最初フォルトするぐらいのつもりでやってください。遠くに打つんです。フォルトするつもりの入る。本番いきますか。お願いします。どうですか。じゃあ、榊原太郎のセンターとかもしれません。じゃあセンターとかいきます。やっぱさすがですね。もう全然僕が何を言ってるのかちょっと一瞬分かんないぐらいですけど、やっぱり脱力やってるじゃないですか。テーマとしてやっぱり力がすげえ抜けてて、スイングスピードも速いし、いい感じです。マジですか。マジです。アップホーム1位に褒められてますよ。皆さん、そう、それで脱力してるじゃん、はい、脱力してるって、せっかくあんだけやっぱこう気持ちよく触れてるんで、脱力してる分リストワークを使ってほしいな、はい、どちらかというと、バーンって体重も乗ってそうだし、しっかり触れてて入れると、ちょっとそこに力が抜けてる、抜けてない人はできないんだよ。力が抜けてる人は少しこのスナッププロネーションって言うじゃん、これをここだけやると、力入ってるからこういう風になる。でも太郎くんすごい力抜けてるから、抜けてる人はこれをもっとアドバンテージというか優位に使って少し最後にリストを。ここでもっとキュッとサーブ、そうキュッてやるやつ、今はね、すごいサーブいいんだけど、なんかこう、全体にこう、うわーを少しここで、トマト、音が違う。そうそう、いや今の音違うけど、今の多分良かったと思います。あ、マジですか。確率がいい。そう。あれがちょっとすっぽ抜けか。ちょっとザーッて。こっちはやっぱもう元々持ってその脱力感あるじゃん。はい。あれがもう一番で。はい。やっぱこう最初から硬いやつとか、はい。こうなんていうんだろう、もうなんか打ち体感出てるやついるじゃん。あれのがはスナップ効きにくいけど、タオクの場合はもう自然それできてるからやっぱ。もうちょい左側に上げて、もうちょい左側に、そうそう、でスナップを縦に、縦に、そうそうそう、あの反対側のサービスボックス入るぐらい、あの
だんだんせっかく脱力があったのに、だんだんこう言っていくうちにこうちょっと力みが出てきてるから、はいはい、だから俺ね、やっぱり太郎くんね、ここのスタッフのコツあんま意識しない方がいいかもしれない。逆に、なんかね、それやるとだん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 こう、固くそうやろうとしてこういう風になるから、はいはい、太郎くんの一番今見ててよかったのが一番力抜けてるぐらいで、こうその綺麗に上がって、うん、わーってこういう風に出てくるんだけど、これでさらに欲しい場合はそんな気持ちだから、もうちょっとの感じ、ほんのちょっと、ちょっとだけあのここをシュッてやるぐらいのイメージで一番いいと、はいはい、それをここから何とかしようってやると多分だん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 太郎くんのいいとこがなくなってくる。あ、はい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 、最初はリラックスの近づけてる際こういう感じだったじゃないですか、はいはいはい、ちょっとちょっとずれて、それにスナップを強く、音も違うよ。最初はここからまともに動くからさ、ほんの少しだけ意識すると、これがあんまりあーコツだとかすぐやっぱ考えちゃうよ、はいはい、どうしようどうしようどうしようってなってくと、もうわかるじゃん、やりたくなっちゃうから。2割だけちょっとずつ、9割、1割でもいいぐらい。9割、1割ぐらい。ほんのぐらいですか、もうちょっとアップぐらい。そうそうそう。そうそうそう、これが一番いいと思う。そうそうそう。何かあるんですか？ちょっとだね。ほんのちょっと。ほんのちょっと。あ、完璧じゃないか。そう！いいサーブ。いいサーブ、いいサーブ。跳ね方が違うもんね。ほんのちょっとやっただけで。そうだ。いいな、すごい、ね、全身使って、全身使ってと、少しほら前に行ったりして、モーリーさんに言ってる、はいはいはい、最後のちょっとサーバーのボイス、ああ、前にちょっと上げてギリギリまで我慢して、そう、前に上げるというよりか打った後に少し体がこういうふうに進んでる、うん、M サーブド M ね、ド M サーブ、ド M サーブ、ド M、 いや、ね、私ももっともっと前に出てるというか、そう、モーリーさんの場合はやっぱ前に上げるメリットとしては、前すぎて触れなかったので、はいはい、前に行くとやっぱり体重も体が前に行くんですよ、はい、そうするとこれはギャップの話じゃないけど、やっぱり我慢しきれないとで解放というか、はい、そこでパワーが生まれる、これがこうやってさ、別に我慢しなくてもいいじゃんでそこでなんか力でいっちゃうから、だから我慢してる状況を自分で作るには、こそちょっと前に上げた方を上げて、この体勢ができる人は、これはもう全くほら、できない人もいるじゃん、はい、きつくてこれ、そういう人は別に手前でいいんだけど、モーリーさん今体もやってるし、ちょっと今最近調子いいから、ちょっとぐらい前にやっても、ここで耐えられる、我慢できるんですよ。で前まではもうこの我慢嫌だったからすぐ解放していくんだけど、今はちょっとコツ分かって、って我慢して、これが今練習。あんな躍動的なモーリーさん見たことない。でしょ？でさ、こうやった後もさ、こう、そして、こう、すごっぽいじゃない？なんかもう勝手にこう、そう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 。こう、あれだよね、相乗効果だよね。サーブ良くなれば全部良くなる。ちょっと溜めて打ってみていいですか？おお、それだけでも全然違う気がする。いいですね。溜めないとこうなるから。だからあんまり今みたいに溜めての意識になると、今度せっかくの脱力がまた無駄になって、ね、ってなっちゃう。だから頑張りすぎちゃうんだよ。太郎くん多分、はいはい、不器用でしょ。不器用すごい、よく見抜いた。これめっちゃ不器用なんですよ。1分いったらもうそれ超えちゃうもん、ね、あ、そうそうそう、でしょ。だから脱力がもったいないんだ。せっかく今すげえいい脱力が自分でも言ってるじゃん。脱力しといたまんま、そう、ためるだとやっぱり頑張り屋さんじゃん。
はいはい、日本人特に真面目で頑張りそうなんだけど、貯めるとか、そういうのを頑張っちゃう。だから俺は貯めるというか、こうなんかいつも言ってる間とかさ、まあ、間とか解放とか、あ、はいはい、だからそういう方の方が頑張りすぎない。はい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 、このぐらいがいいと思う。やっぱちょっとトスが手前になるとボールの勢いもちょっとだね。サーバーのボールする感じでちょっとやってみたい。おお、あのさ、1年前のあそこでやってるのいいよね。ああ、どうぞ。今のでもそんなスピード出てないと思ったけど、バウンドしてからやっぱ結構いってある。このサーブが打ちたいんだ。今でいいと思う。頑張りすぎる。頑張る。そうそうそう。今なんか終わってたらいいと思う。今の感じはなんかこう、こういく感じがすごい。こっちもね、あの1割ちょうどいい。あ、ちょうどいい。あのぐらいの感覚でこういってスパンっていけばいい。そう、頑張りすぎてたかもしれない。頑張りすぎて。不器用なんです。不器用だからね、不器用だって見抜いた人は初めてなんですよ。さすがだし。